今回はニンニクたっぷりのガーリックチャーハンの作り方を紹介します。ニンニクに一手間加えることで味と風味が抜群にアップし、超ニンニクを感じるチャーハンに仕上げることができます。それでは作っていきましょう。まずはニンニクを大小合わせて10粒ぐらいオイルに包み、オーブントースターで焼いていきます。オイル焼きをすることで柔らかくホクホクに仕上がり、ねっとりとしたニンニクが絡んだ癖になるうまさのチャーハンが作れます。オーブントースターで20分くらい焼いていきます。次に豚バラ肉ブロック 100g を細かくカットします。まずは縦にスライスしていきます。それを細切りにしていきます。そうしたら横にして細かくカットします。このように切っておきます。肉に下味をつけます。塩を一つまみ入れます。黒胡椒をちょっと強めに振りかけます。おろし生姜を適量入れます。肉になじむようにしっかりと混ぜ合わせておきます。豚バラ肉の脂っこさを抑えるためにキャベツを具材として入れます。このくらいの大きさで手でちぎって用意しておきます。キャベツはボイルするかレンジで加熱しておきます。茹でるなら2分、レンジなら600ワットで1分半くらいです。茹でたキャベツは水分をよく絞ってから塩とごま油を少量入れ、下味をつけておきます。こうすることでキャベツのうまみを引き出し、チャーハンの具材としてのバランスも良くなります。調味料を合わせます。オイスターソース大さじ1、醤油大さじ 1.5、紹興酒または酒を大さじ1合わせておきます。にんにくのホイル焼きができました。大きめの粒1粒を潰して調味料と合わせておきます。おろしたものよりにんにくがねっとりしていて味がまろやかになります。材料はご飯 280g、 にんにくのホイル焼き10粒、キャベツ 15g、 豚バラ肉 100g、 青じそ青ねぎ適量に、トッピングの卵を用意しました。チャーハンを作っていきます。今回はヘラで作るところが見たいとコメントがあったので、お玉ではなくヘラを使います。鍋に豚バラ肉を入れ炒めていきます。タレをくくは強火にします。ヘラでバラ肉を広げながら全体に火が通るように炒めていきます。豚バラ肉が白くなってきて、だんだん脂があふれ出てきます。バラ肉から出た脂で肉がカリッとなるまで炒めていきます。このように脂が出てきて、肉はこんがりとした色になっています。肉がカリカリになったら、合わせ調味料を入れ油になじませます。醤油の香ばしさを出すために、鍋肌から焼くようにして回し入れます。油と調味料が一体になるように混ぜてからご飯を入れていきます。ご飯はヘラで平らになるように広げてから炒めていきます。茹でたキャベツを入れます。ニンニクも入れます。ニンニクはヘラで潰して細かくし、ご飯に絡めていきます。ヘラで潰すことで、ねっとりとしたニンニクがご飯に絡まり、ご飯一粒一粒にコーティングすることができます。なので、できるだけニンニクはご飯の上で潰していきます。このくらいに炒まってきたら、青ネギを入れます。胡椒を振りかけます。軽く混ぜ合わせるようにして炒めたら完成です。皿に盛り付けます。青じそを手でちぎってのせていきます。トッピングの卵を中華鍋で作ります。鍋をしっかりと温め、油をなじませます。卵の焼き加減はお好みでいいですが、今回はガーリックチャーハンに絡めて食べるようにポーチドエッグにします。ちょっと温めすぎたので、軽く熱を取ってから卵を入れ焼いていきます。卵を優しく鍋に流し込み、白身で黄身を包み込むようにして焼いていきます。ヘラで外側から転がすようにして、白身に火を通し固めていきます。面が固まったら裏返します。チャーハンの上にトッピングします。これでガーリックチャーハンの完成です。卵を割り崩します。ちょっと割り方が失敗しました。これをよくチャーハンに絡めてから食べるとまろやかな味わいで美味しくなります。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。